の体に宿っている子は聖霊によるのです。お祈りします。手のすまセミナーに一人一人集めてくださったことをありがとうございます。これから見言葉を通して学びますが、いける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン、えー。神の声を聞くセミナーなんですが、えっと、神の声を聞く。 っていうことはですね。非常に素晴らしい祝福です。で、神様はですね。判断に間違いがないので、もし私たちが神の導きをその中で捉えているのは、それは最善の導きになるわけですね。もちろんね。こちらの捉え違いとかそういうこともあるので、十分な吟味が必要なんですが、その中でですね。最善なポイントに主は導いてくださる。る いいいうことを、ね、覚えておいておくださいそして誰でも主の声を聞くことができるそしてですね神様は必要なことを語ってくださることを見心とされているということをですね覚えておいていただきたいとこういうふうに思いますそれで、えっと、私はまマしマ教会というところに5年ですね副牧師として奉仕したんですね。 まあ最初は入れないとかなんか言って大変だったんですが <laughs> まあ入っちゃったら慣れ親しんでですねまマしマに一番適合した複合式であるというふうにですね辞任しております他の人がどう言ってるのか分かりませんけどね <laughs> そうしましたらですねこう言われたんですねえっと5年目に入った時かな あの何と言われたのかというとですね入院してる時ですけどですね「自分の足で立ちなさい」って言われてですねそしてね「眠っている者よ起きよ」こういう感じだったんですねであの大教会の副牧師っていうのはですね結構楽なんだよどうして楽なのかっていうとですね主任牧師が説教してくださるでしょ。そんな説教する ことはないと。そしてですね、うーだいぶね、あのやることは少なくてね、楽しいなん。そしてですね、給料が良くて、そして、ね、条件もいいのですよね。ですからね、非常にこういいわけですよね。そうしましたらね、主に言われてるのは、眠ってるものを起きよ。 それから自分の足で立ちなさいって頭きましたねなぜ頭きたのかというとですねこの献身的なですねこの牧師先生に向かってですね眠っているものとは何かと自分の足で立っている大牧師先生に対してですねもう大ではないんですよ荒井先生いらっしゃいますからね <laughs> 自分の足で立ちなさいとは何かって言ってですね まあこの示しはね、えー、と受け入れることできなかったですねどう受け入れることができないかっていうと頭きたもう神様といえどもこのようなことを言うことは許せないみたいなね、えー、そういうような感じだったんですねしかしね1か月2か月経ってみますとね、まあ、気分が落ち着いていきますとねそうかなみたいな感じだったんですね じゃあこれはあの神様の御心かということをねえ考え始めて祈ってる中でですねえと神様の御心であるって示されてるんですね。それは何かっていうとですね他教団に入ってその牧師となるこのやり方があるんですね。それとともにですね完全開拓。 やり方があるんですねあるいはいろいろ呼びかけてくれるところに行くっていうやり方があるんですね。そしてねこう言われたのはですね完全開拓とでバックはですね神だけで他教団とか教会のバックは受けないというような形でですね、まあ、バックを受けないってことで決めたんじゃなくてスタートした時にバックがなかったってまあそういうことですよね。 でそれでで動いたのですねそしたらですねこうみんな反対に立しましたそしてですねみんなろくなことにはならないと思ったんですねだからひどい人はですね私の友人は私のところに来てですねあの今から謝っちゃいと一緒に行ってあげるからとかねそういう問題ではないのですね それとともにですね言われたのかっていうとですねうちの早いんですねあのあの人も開拓やってうまくいかずあの人も開拓やってうまくいかずあの人も開拓やってうまくいかずあの人も開拓やってうまくいかないとか何か言うわけですよ。そしてですねまあともかく1年ぐらい教会やってみて その後でうちいいのガレージのところを2階建てにしてそこをじ軸と教会にして軸をやりながら教会したらいいともう勝手にですねうまくいかないって決めちゃってるんですよねでそういうような感じでした賛成したのはね岡村さんだけだったんですねただねこちらは知ってたんですあ導かれてるぞとそしてですね神様の身心がは,はっきりある とということですねわかりましたでその時にですねこの主の語りかけとか導きっていうのをしっかりとこ,こちら側が捉えられたゆえにですねその後の事柄に関してね文句を言う人はいません。いろいろな事柄が開かれてきてねまさに従ったことの身を見てるわけですよね。でこの時に私たちが神の声をちゃんと聞くかどうかっていうのは。 重要ななポイントなんですねそれとともにですね結婚の時まあ伏さんいますけど皆さんもご,ご承知のように伏見さんはですねひどいうつだったのですねそれで一生病院あの薬をやめられないとある年齢以降はですね入院しっぱなしになるであろうとそういう状況だったんですね。そそしてですねその時に 私はどうだったのかっていうと不審議さんが結婚相手であるということを示されたのですそしたらですねお父さんお母さんがですね私を、えー、と夕食に呼んでくださったんですねビフテキ食べにで私ねそれにつらいちゃって言っちゃったんですそしてですねビフテキを食べながら何を言うかと思ったらねお父さんお母さんが言うんですよ「結婚やめなさい」って。 実は病気はこういうような状況で、こういうこととこういうこととこういうことがこの後起こってくると。それから、不思議さんはね、奥さんとしての対応ができないと。こういうわけですよね。そしてね、その後ろにはね、主人がいた。小さい頃から不思議さんの病気を見てる主人がいてね。そしてね、やめさせろって危ないと。大変なことになると。こういうふうに言ってきたんですね。 しかしね私はあの神の声を聞いてました。で神は「そんなこと言ってません。これで行け」ってねでこの中に一種の特別な御心があるということね主が言われたのですねそれでね言いましたお父さんお母さんにね「心配しないでください大丈夫です」と「お医者さんが言ってんです」とかなんか言って「大丈夫です」そんなことにはなりません」 はっきりとこちらは説得していってんじゃなくて確信があっていってますからですね全く聞かなかったのですねそしてねその後不伏さんと結婚した後不伏さんが解放されて癒されちゃってそれとともにね予言の働きがぐんぐん伸びてえ大きな働きの土台となってきましたよねそしたらね手のひらを返すようにみんなの態度が変わりました そして、えー、と反対した黒幕の先生が言ったそうですね。何と言ったのかというと結婚したのがよかったとおっしゃったのですね。で、この時何がポイントだったのかというとこちら側が神の見心を捉えていたことです。そしてですね、仮に人間的にどう見えようとも主の見心の中で主は最善をなし主は最善を発展させるということをね、こちらは知っていたからなんですね。で、どうぞ皆さんね。 神様は皆さんに最善を与えようとしていますで私はいろんな考えを持ちますが神様はね求めるものに教えてくださるということをね覚えといてあのいただきたいとこういうふうに思うのですねそしてですね、まあ、語りかけの場合にですね、まあ、いろいろえっと思いの中に語るとか祈りを通して語るとか節明を通して語るとか予言を通して語るっていうことがあるんですが 夢夢っていうのは今あの聖書を開きましたけどもえー、っとヨセフがですね「マリアを迎えなさい」ってね夢の中で語られてるんですね。で博士たちも来た時にですね「夢で戻るな」って戒めを受けてほのところから書いちゃってるで。それから有名なのあの旧約のヨセフがですね 自分のあのうに、えー、み,みんなが礼をしてるとかね夢見てるそれからですねソロモンがですね夢の中で神様に言われてるん、ね、何が欲しいのかって言った時に「統治をする血が欲しい」って言ったんですねあなたは人の命も求めず財政案も求めなかったから与えようってこう言ってるんですねそうしますとね。 いろんな形で夢を通して、えー、示されているのが見えます。だから夢は示しを神様が与える一つの手段であると。えこういうふうに思っていてください。でこの中で夢を通して示されたことのある方はどのくらいいます。ちょっと手を挙げてみてください。もうちょっとバーンってわかるように。結構いらっしゃいますよね。ですからえっ、ー、と夢を通して主は示されることがあるっていうことは。 しかも結構頻繁に示されてるってことを覚えつつねそれで、えっと、私がですね TLEA の教会の開拓を始めたときにえっと主が言われたんですね何て言われたのかっていうとですね1年間伝道するなんてで私伝道の専門家なんです。 先生なんですで、私はですね戸惑いましたけども伝道は時が良くても悪くてもするんですよね、これは特殊な時の示しですよねでもねあ、これは神から来たなと思ったので1年間伝道しなかったんですねえ、そうしましたらですね、えー、まずうちの母親が夢を見たんですねまあ、クリスチャンですけれども何の夢を見たのかっていうとですね 増増やしてください増やししててててくくだだささいいって言っ言たんだそうですねそれでイエス様が出てきてですね声が大きいと今耕しているところで耕しが済んだらえ人々を作っていくっていうことを言ったそうですで私はねそれはね本当に神から来たんじゃないかと思ってるんですそしたらですね私ね夢見たんですね何の夢見たのかっていうとですねある時行くとね 教会は2倍になってるある時に行くとね10人ぐらい増えてる。ある時に行くとね10人ぐらい増えて,いる,る,、ね、い増えているんですね。そしてね伝統的にねこんなことはありえません。一、まあ、人二人と増えていくわけですよね。とか突然2倍になるとかそんなことはありえないのですね。そしてですね、主が言われたのはこのような形で 教会を成長させるって、一番言われたんですね。ありえないんですけどね。えー、私はねそれを受け取りました。で教会がスタートした時に、二十人いたんですね。次の週に十八人になって、次の週に十六人になったかな。十六人で十四人になったね。それで三言の前にしました。最低は十四人。そして、そのまま定名の形でずーっといたんですね。そしてですね。えーっと お盆の前の週最低の14名だったんですね。そしてねその14名の人が教会に来た時にまあこの教会にい,あのいる人はわかると思うけど私は来週来れない時に私に家なんて言ってない。と勝手に言いに来るわけですよね。来週京都に帰りますの来れませんとかねこう言われるわけでがっかりするからこちらね。そしてねどう考えても10人は減る。あの 十人行かないと。しかも他にまた来れ,れなそうな人も何人もいると。もう最悪になるなと思ったんですね。そしてね、次の週行った時に、その時十四名だったんですが、二枚になってたんですよ。びっくりいたしました。もう人間的に可能性が考えられない時に、篠んが怒ってた。二十七人で。こんなの見たことない。 そしてですね、マングレーでね、その週だけでガクッといくだろうと思ったらね、大体そのレベルでいっちゃったんですそしたらね、またね、1か月ぐらい経ってからね、教会行くとね、10人ぐらいね、ばーッと増えてるわけですね。それでまた1、2か月経って教会行くとね、10人ぐらい増えてて、最終的には42か3ぐらいになってるのかな、平均がですね。 まさに主の言われた通りでした,ただ私はねこのことをこう考えてるんですねどう考えてるのかって、まあ、それを通してね電動は死がなされるということを我々に教えたっていうこととですねそれとともにですねこのリバイバルの,この働きが起こっている中でですねそういうことがこれから起こってくるんではないかとで私はねそういうふうに考えております。その時ね夢 夢ですねですから夢を通してね主は示されると。でね、えー、とね入院する時いつもね前もって示されるんですよね夢でね。それで、えー、と最初血を吐いて入院してその後ですね夢見たんですね。それは何かって言いますとですね私の知り合いが その病院にいるんですけど地下から出ていくる車に乗ってそしてねその後私が入院するんですねそしたらですね最初に入院した時の看護婦さんで知ってる人はね半分か三分の一だったんですねなんだこれはと思ったんですねそしたら私ね緊急で入院してしまいました 入院した時にですね私の友人はですねその前に死んでね地下室っていうのは恋愛室ですからそこから出て行った後だったんですねで行った後にね驚いたのは知ってる看護婦さんが半分か3分の1しかいないとみんな辞めちゃったんだそういう感じだったんですねそしてその後ですねまた夢見たんですどういう夢見たかっていうと今度はねカバン持って病院に行くんです そしてですね病棟に行ってみますとね知ってる看護婦さんはね23人しかいない。どうしたんだろうと思ったんですね。そしたら、ね、次の入院は進学校で入院して進学校のそばの病院で1か月にいてそして藤沢に転院してたんです。だからねカバン持って行ったそしてですね知ってる看護婦さん23人しかいないんです。みんな辞めちゃって でまさにね主の言われた通りでした。そうしましたらね開拓をスタートする前に足の手術の事柄でね入院したんですけどもその前後に、えー、っと夢を見たんですね。そしたら今度は夢の、ね、中でどうだったのかっていうと6つ ベッドがあるわけですね三三、ね、の真ん中のところに私は寝てたんです足上げてでそこに知ってる牧師夫妻がねお見舞いに来たんですねはっきり見たんですねそして私入院しちゃってですね三のあるベッドの真ん中に入院しちゃったんですね そしてねそこにねその知り合いの牧師さん牧師さんがやってこられたんですねまさに語られた見た通りだったんですねそしてねその後は面白かったんですね何が面白かったのかっていうとですね入院してる時、看護学生が来たんですね私ねその人知ってたの夢で出てきた人だったんですねで最初あの足を折ってですね 足をの金具を入れる手術をして入院してたんですがそこに来たんですねそしてですねところが私が見た夢は白い服を着てた看護学生じゃない性看護婦さんだったんですねで私が入院したのはですね2月だったから伸びてね4月後半ぐらいまでになったんですねそしたら看護学生さん辞めちゃって 辞めたんじゃなくて卒業してそしてね、正看護婦になったんですそしたらね、その病棟にやってきたんですでまさに私が見た通り白い制服を着た看護婦さんとしてね、やってこられてそれで私が早く退院する一つのポイントになった方なんですねそれで夢を通してね、主が語られますただこれはちゃんと吟味しなければなりませんそしてですね 確認をとってみると今はいろんな形でね悪霊が働くってこともあるでしょうし自分の願望が出てくるってこともあるでしょういろんな形で来ますが主が語られるっていうことからもその一つであるということをね覚えておいてくださいお祈りします天寺様あなたの恵みを感謝しますイエス様お名前によってお祈りいたしますアメン